ターミナルフェニックス・ディアーバレー空港とは、アメリカ合衆国のアリゾナ州の州都である、フェニックス市の北方、約 27km の場所に設置されている公共の空港である。フェニックス市への空港であり、敷地面積は約370ヘクタールである。近くには民間旅客機で混雑するフェニックススカイハーバー国際空港がある。フェニックスディアバレー空港は、 フェニックススカイハーバー国際空港の混雑緩和のために用いられている。フェニックスディアーバレー空港の2013年の年間の航空機発着回数は376,504回を数える。この376,504回の内訳は、ゼネラルアビエーションが約65%、軍用機による利用が約35%で、その他は1%に満たなかった。 基本的に航空会社が定期便を発着させていないものの航空会社のチャーター便の発着のために利用することはありその他の1%未満の中にこのチャーター便が含まれているこのチャーター便を多く利用しているのは空港付近に存在する2つの学校であるありがとうございます